はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にゾーンエナジークレイジーバカンスを混ぜて飲んでみました。ここにですねパイナップルのデザインがイラストがあるんですけれども、確かにパイナップル味のエナジードリンクですね。イラストがデザインがなんだか華やかで明るくていいですね。こういうデザインを見るだけで明るい気分になりますし、味は今言った通りパイナップル味の栄養ドリンクで、炭酸は強すぎるってことはないですね。エナジードリンクって基本的に炭酸がかなり強い方だと思うんですが、このジュースはそこまで強いっていうわけではないです。生卵10個との相性はグーでして、元気は出るわ、タンパク質は摂取できるわで、完璧な最高のプロテインになっていると言えると思います。ぜひ皆さん試してみてください。なんだか広末涼子さんが不倫したとかしてないとかやってますね。あと木原誠二官房副長官でしたっけ、がまたスキャンダルを出したみたいで、木原さんってなんか前にもなんかスキャンダルみたいなこと起こしてましたよね男性であれ女性であれ、やっぱり出世する人っていうのは英雄色を好むって言葉もありますし、欲望も強いんでしょうかね。僕はあの二人に負けないぐらいですね、欲望強いような気もするんですけれども、全く出世できませんでしたね。まあいつの時代も人間っていうのは女性問題とかお金の問題で大変なことを起こしてしまうんでしょうけれども、僕の場合はですね両方ないですからね、ある意味無敵の人と言えるかもしれません。てかやっぱり何歳になっても欲望っていうのは消えてなくならないんだなっていうのは思いますね。人間の欲望と宇宙の広がりは無限だっていうのをどっかでなんか聞いたような気がするんですが、多分年収300万円の街で自分が年収500万円で過ごすのと、平均年収1000万円の街で自分が年収800万で生活するのであれば、多分前者の方が幸せなんですよね。やっぱり人間って他人と比較して幸福感が決まってしまうみたいなところもあると思うんですよね。まあ欲望を捨てきるってことはできないでしょうけれども、まあ、中庸というか、自分の欲望はほどほどにしてですね、自分が完全に 100% 満たされる瞬間なんて、まあ、来ないんだと。欲望とはある程度割り切って付き合っていかないと大変なことが起こってしまうと、自分を痛めないといけないですね。まあ僕はですね、生卵10個とジュースを飲んで、何か美味しいものを食べて食レポする。まあ結構喜びを感じているので、この YouTuber 活動はですね、僕は全く辛くなくて結構楽しくやってるんですよね。でそれこそ YouTube 活動を始めて、まあ、正確な日付は覚えてないんですが、まあ、生卵を10個飲み続けて、まあ、最低でも510日以上は飲み続けてるわけですよね。でショート動画の方は、まあ、ちょくちょくコメントもいただけますけれども、この本編の方はですね相変わらず2桁再生もいかないってこともあり得るわけですよ。で多分これはですね普通の人には耐えられないことだと思うんですが、なぜ僕が続けられたかというと、やっぱり楽しいからなんですよね。何が楽しいのかって聞かれてもですね、楽しいから楽しいんだとしか答えようがないんですけれども、僕は結構この企画は楽しんでやっておりますので、これからもやらせていただこうと思っております。現場からは以上です。